はい、どうもこんにちは、こんばんは、おはようございます。ミニミギミニです、そしたらフライの支援続きをやっていきたいなと思います。前回ですね、地底の館を頑張ってやったというところですね。で、その結果、60階層ぐらいだったかなの方で、死んでしまったという状況でした。悔しいと。で、まあ後で見返した時に、あれ身代わりの杖あったね、ちょっとね、あーと思ったよ。見返した時、身代わり杖振ってなかったかなって、ちゃんと保存中身を確認しないといけなかったですね。で、ちょっと悔しかったんで、少しだけこちらの方の前区、地底の館について調べたら、混ぜるん出ないみたいですね、やっぱり。なんですけど、合成の壺は出るみたいです。というので、単純に合成の壺が引けなかったっていうのは、自分の失敗ですね。で、草稼ぎっていうテクニックをやっぱやるっていうのも重要ですよって書いてあったので、これはやってたので、大正解だったという状況ですね。で、失敗の方のもう一個はですね、矢を稼いでないと、矢稼ぎが重要ですというのもあったので、そういう風に考えは全然しなかったので、そうか、矢稼ぎが必要かという風に分かりましたんで、まあ、そこら辺を踏まえてですね、もう一度、地底の館の前区のところを、プレイしていきたいなと思います。で、これもですね、99回クリアするとクリアアイコンがつくみたいなんですよ。なんで、ちょっと意地でもクリアしようかなと思っています。まあ、どうなるかわかんないけど、頑張っていきましょうか。さてさて、どうかな。で、あとですね、やっぱりもうここら辺、基本的に、識別するチャンスがないので積極的に食べちゃっていいと思いますね。あ、ヒットポイントアップか。おっ、高そうなとこ、守護石いいですね。なんだ、ドッキしそう、入れる系な。ほいっと、いびつな壺3。ヒエビエコ。あー、お光景か。重要なんだって、お光景が。なかなか出ないらしいですよ。まあ、そこら辺のところを、事前情報というか、知ってる情報のところを考えていきましょうか。ちょっと。じゃあ次、まあ、次行っちゃって大丈夫ですね。武器なんだ、隕石、マジか、割といいぞ。ベージュなんだ、パワーアップ。ほい、正方形、両方言えるだな。どっちかが予想だとあれですね、合成だと踏んでます。三角、背中系、一応識別しときましょう。笑いの壺。オッケー。お正月二人で、お正月ツー、お正月ツー。まあ、積極的に敵は潰していきましょうと。混ぜるんでないのはちょっと悔しいね。そうかーと思って。なんで、石合成っていうのは期待できないと。お、武器、刀、ロードナイト、ゴツゴツしたの。ん？ゴツゴツ。薄手。なんかめっちゃあるな。ほい。刀。ほい。背中があるな。お、背中のツボ踏んだ。トドツボ。トドツボか。わからん。5。よし、入れてみよう。ほい。識別されたか、これ識別か。
ういういオッケー。まあ武器はいい感じですね。そう簡単にやられないでしょう。で昼盾があるので、やっぱ昼盾早めに回収したいですね。そこがやっぱりこのところでは当たりのものらしいので。ラッコ、ほい、どれおけ、ほい、地の恵み、残念。積極的にやっちゃって大丈夫と。あー、最初からあれは考えなくてよかったかな。ヒル立てきて、ほい、獣、大黒、うん、ほい、なんだ、あ、こっち保存だ。保存、保存、よし、これで食料が1個確定で大丈夫、安定しますね。つぼめっけ、おい、トドツボ、マジか、トドツボいっぱいあるぞ。硬い戦闘、ギタン砲、ギタン砲は一応持っときましょう。ってことは怪しいのはこれか。どっちかがあれだと思うんだよな、合成だと思うんだよね。で、そうそうそう、下一桁、1の桁はやっぱりあの天守が固定みたいですので、そこまでちょっとアイテムを持っていくような形で。あ、草の先生、草の人は倒そう。識別草があるので、よいしょっと。なんだ、はい、目薬、識別しときたいよな、やっぱり残りの罠系の方も。混乱乗ってみましょう、ほい、混乱な、倒してから、ほい、え、ほい、あ、ダメだ、混乱じゃない。召喚罠、まあいいか。さあどんどん行きましょう。草の人、プラス1、ピッと低層で、もしよいしょっと、冷えびっこ、おお、いいじゃないですか。お光景は大事だよ。よいしょっと、大黒なんだ、おい、加減ね、あ、倒しましょう、どっちみち。低層で草稼ぎができるような段取りができればね、いいんですけど。ヒノキ、これ確認してんとわからんね。お、巻物めーっけ、モグラ、なんだ、おい、真空切り。基本的に巻物は積極的にやっちゃっていいかなと思ってまーす。冷えびえ、お香出るなぁ、珍しいね、こんなに見てんのも。なんか出にくいフロアって聞いたので、ひし形2つ目、1つ目か、入れる系、入れる系、ただつぼお払い、あー、ちょっと怪しいのでまだ持っときましょう。はい、ク
クリーム色。なんだ成長。これヘアあるないない感じ。どんどんいっちゃいましょう。あ、ヒノキ褐色もだ。確認するの忘れてましたね。はい、おい、お、一発でいけるようになりましたね。褐色なんだ。おいっと、音切りそう。おにぎり、通常おにぎり食べちゃいましょうか。お、武器、ほい、なんだ、刀、石6個。どれか入ってたよな、確か。刀、ほい、なんだ。あ、これ合成だ。マジか。じゃあこれ盾3つ入れれるように形で頑張りましょうか。ちょっと武器入れれないのは失敗だな。はい、毒消しと、まあまだいっか。お、はい、はい、そう、オッケー。玉虫色、高飛びか。あ、起きてる。ヒノキなんだ。封印。あ、皮膚。普通戦闘、もみじ。もみじなんだ。身代わり、いいですね。まあ、よいしょっと。ほいほい、待て。あ、いや、ちょっと待った。そうか、こいつ使って草稼ぎができるぞ。オッケー。金縛りはないな。金縛りがあればな。あ、もうちょい、いや、熟してみましょうか。ヤワモモとか。あら、まあ、草稼ぎできなかったね、残念。おざらし先生、痛い。えい、どういった。ほいほい、お、まあアイテムの回収、矢は重要。とりあえず身代わり入れとこう。足元の広、お、ペン当たらなかった。お、二つ思い切った。ほいほい、クリ、パワーアップ、そう、まあ普通戦闘二つとも入れとくか。ほいほい、高飛び、石7個。まあ獣盾かな。痛いなあ。上が、ほい、アイテムないなあ。
多くない？おい。ここにやろう。まあまあ、出だし上は順調ではないでしょうかね。どっちかというと。どっちかがタダツボだよな、多分。あとはまあ呪われたアイテムが出てきたら言えてみるっていう感じでしょうかね。早めに背中のツボが欲しいですね。間違えた。違う方。普通にガチ出るので、まあまあ、手がある。普通戦闘。そろそろいろいろと消していかないといかんか。成長飲みましょうか。拾うと、はい、鉄の盾。修正値だけ見ましょうかね。プラス1。あ、まだこれ識別してないのか。毒消しはいるなぁ。わかんないから、高飛び入れてみましょうか。ほいっと。ほい。これ変化。変化と。ほい。じゃあ変化に、ほい。梅の杖。札、札、風神。この刀もったいねえなー。普通銭湯1個食べるか。ほい。風神、あ、いや、栗からやってみよう。栗なんだ。ほい。ピッ。図鑑じゃない。あんまり。あんまりのやつかな。風神なんだ。ほい。睡眠。風神はいいですね。痛い。お、セット。ほい。夜化石が重要らしいので頑張ります。割といいんじゃないの。さて、あとは何を置いていくかだね。まあ合成出てるから入れていくか。どんどん。これなんだ。ほい。痛み分け、これ識別ですね。よいしょっと。識別と。はい、オッケー。こっちが正解か。まあ先進みましょう。早めに11階まで行って店に行きましょう。識別ツボわかんないから、これとこれ入れちゃいましょう。
力睡眠、あれ力上がってた、全然見てなかった。あらまあ、よし、今パワーがあるので倒せますね。探索していきましょう。木の矢、矢は重要。3個しか行かなかった。いや、パワーアップ飲むか、あんま使わないでしょ。ほい、補定、あ、 H マップかこれ。おーっと、天使くん、識別、獣、狐、封印、徹夜、羊、トカゲ、鹿、合成が来ました。いいですね。変化捨てて、象、梅を識別に放り込んで、もういいね。とりあえず、いや、識別しちゃうか。キツネ5000。こっちだな。500の方を、やりましょう。あ、祝福巻。それは重要。お祓い。これも欲しい。メッキ。まずまず。せーの。ポイ、パリーンと。ちょっと泥棒の方法も考えなきゃいけないね。いや、トドツボがあるから泥棒はできんのか。メッキどうするかな。メッキは多分するだろうけど、識別壺は欲しいな。キツネ、あと補填もそうだね。封印杖売ってもいいね。ちょっと他の探索からいきましょう。おお、よくないのがいるね。動いたな。倒せてない。あら、敵今は倒せたもんだと。祝福巻、なんだ、祝福が出てくるじゃないですか。うう、戦車は良くないよ。ほい、オッケー。変化を割って、ほいで、識別があるから、識別のところに梅じゃない、これ象と、これなんだ、ういっと、混乱予防、おお、いいじゃないですか。でこれもういっと、で腕輪は取ると。まあしばらく力でいいかな。修正値、睡眠よけはいるでしょう。梅なんだろうな。梅、予防、混乱、
あとは補定がわからないのと影縫い封印封印杖いらないか。予防の方がいるね。保存壺は普通銭湯が2つ。梅判別して。毒消しはいらんかな。よいしょ。で、トッドさん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 、いってらっしゃい。で、合成をなんとか取りたいんだよな、あれ。お、ああそうだ、木の矢。3個か。購入するにはなかなかしんどい距離だな。向こう行ったな。刀。開いた。ちょっと待った待った、お前あかんあかん。あなたに対して目の杖なんだ、吹き飛ばし、吹き固定なんだ、混乱。倒しておきましょう。さーてと、影縫いかな、置いてくのは。この感じだと。食料はそこそこあるから、ああ呪われたらやばい。ちょっと金策しまーす。なんとか合成を手に入れたいので、あれで本当は移動系の杖が欲しいんですよね。あと装備系外した。し違う、右は違う。よいしょっと、刀の方が高値だよ。へい、へい。合成は絶対必要だったから、前回のやつで。もうだいぶやられたからね、合成で。で、今の状態だと武器の。あれができないわけだよね。合成が。よいしょっと。はい。さあ、どうするか。
お光景を持っときたいんだよな、実は。か、今出ないと踏んで、冷え冷え光を全部打って、合成に変えるか。もしくは、トドツボの中身を打って、あ、プラス値だったね。なんもなし。痛み分け。封印。これもプラス値だね。もしくは全然手に入んないと考えてこっちをやってという手もあるな。962。962。まあまず使えるよな。962使えるね。全部使えるやつです。合成諦めるか。いやー、2800足りない。札かー。あとは630。悔しいな、これで諦めなきゃいけないのは。使えるよな。ほい、175大丈夫だね。普通の祝福巻きだ。でもこの距離をさすがに身代わり一本で、うわー厳しいよなー。意地でも合成を買うか、やめるか、涙を読むか。これでいきましょう。あれダメ。ほい、トン、ほい。ここに乗ってランダムジャンプっていうのも考えたけど、そら危険だよね。ラビ先生いんの？じゃあ行きまーす。ほい。ゾーン切った。ーい、助かる。
助かるわ。パワーアップそう。飲んじゃいましょうか。一本道か。お、倒せるようになってきた。まあまだ行くけどな。桃から行こうかな、食べんの。起きてない。しかもパワー、いいですね。木の矢、ほい、一個。ほっ、ダメか、なんもないか。じゃあ10回行きましょう、早めに。やめんか。外に普通銭湯出してるよね。オッケー。ここら辺入れときましょうか。プラス3、修正値あるんだな。昼盾が出てこないかな。あとはほい、しかもアイテムもないんか。これダメでしょ。武器成長はするけどな。おにぎりクーマさん聞いてください。草があるね、草。黄緑。男識別するかどうするかだな。あとは、お、壺がある、壺、壺。識別。識別あるんだったら言っちゃおうか。ほい。毒消しそう。さすがにいらんか。さあ11階お店フロアです。お、祝福されてるんです。しかも祝福を柔らかせんと。倒しときましょう。影縫い、高値で売れる。まあ、ちょっと他の、うおっ、それはまずいな。睡眠が今道具封印状態になった。
あらまあ、装備が、まあ、外れるのはいい。ここがあれね。ほい。丸い壺。カバ。紹介状。ヤギ。しびれる刀欲しい。水亀。セント。柔らかセント。しびれ刀だけだな。武器プラス3。隕石。しかもしびれだったら、トド壺で取れるな。識別2つだよね。おい。オッケー。壺増大も取れるし、トド壺保存は55か。まあまあまあ。合成しちゃうと、このまま合成するとダメなんか。お払いはしときたいな。お払いはトドツボに入ってんだっけ？そうですね。お払いはトドツボに入ってる。トドツボこれ割ってもいいな、後で。ちょっと。考えまーす。これなんだっけ？ 2 つ。2つだからお払いと踏んどこう。お払い祝福、お箸祝。とりあえず良さそうなやつだな、多分。お箸祝。お箸。とりあえず影のいいやつもらっておきましょう。あれ取りたいけど無理だしね、今。混乱符だ。オイル。オイル。あ、危ねえやついるな。影のショット。オイル影の湯売りましょう。で、しびれ刀を買いましょう。あかんやつがいるじゃねえか、あんなところに。ほいっと。で、これは買います。買っちゃっていいよな。プラス3しかも。これ美味しいな。これも欲しいんだけど。まあ、とりあえず、ちょっと待った。おいっと、あなた良くない。よいしょ。トドツボ1個あります。で、お払いを即つけて、やっときます。メッキもかけちゃって、かな。よいしょ。よいしょ。混乱巻き、祝福巻き、お払いを読むので、睡眠。で、あとなんだっけ、メッキか。メッキも、剣でいっかな。剣。いや、もったいなかったかもしんない。まあ、やっちゃったもんや、やっちゃっただ。睡眠よけを持って、おい、パワーアップそうか。盾なんだ。鉄の盾。あ、倒せなかった。嘘。鉄の盾か。
じゃあ売りに行きましょう。あ、腕輪があるぞ。ここにやろう。500、普通かな多分。プラスチがあるな。水がめもまあ多分いいやつだと思うんだよな。会場はまあ置いといてもいいか。オイル、鉄立て、あれ紹介状間違えちゃった。あれ紹介、あれちょっと待った、一発目何取った。紹介状だ。あれ？え、これなんだっけ？オイルか。オイルが2つあんのか。え、はいはい。隣接、ウィット。消しいらねえかな、さすがに。もしくは祝福かどうか確認するためにこれに。ギタンを出す。祝福。さて問題はどこで、どうするかだなあと。いやー、これ刀入れちゃったの失敗だね、完全に。なんででもあれだ、識別されてんだアイテム。そういえば、混乱層投げてくか。2枚ぐらいでどうすか。420足りない。1枚200、300、600、800。あ、足りねえなこれ。混乱層全部置いてく感じか。
よし、先行投資しました。これで20回までいけるか頑張りましょうか。食料もありますんで大丈夫でしょう。そこら辺は。お、なんかついた。ヒットポイントプラス10。おっ、おっ、もう食料管理気をつけなきゃダメか。基本力でいきましょうかね。あれ、あんなとこにアイテムあったっけ。あったわ。なんだっけこれ。命の草。あらまあ、よし、行きましょう。さあ、この死者選択は正しいのかな。強戦士霧、場所外 OK。 欲しかったものの1個ですのでいいですね。山吹色なんだ。癒しそう。うわあ、睡眠はな。よかった、スーパー切れなくて。オッケー。パコレプキンがいるね。ほいっと。なんで強戦士やねん。まあ後ろはいないからやりましょうか。おにぎり食べまーす。ほい。パコレプとあれか。パコレプキンが近づいてくるんであればやるけどな。外すと。はい。うおー、危ない危ない。ほい。あれ、上なんかアイテムあった。巻物取ってかないと。巻物なんだ。牛識別。あー、助かる。これで次の天使が行った時には識別の巻物で終わらせるというのができますね。ほい、ブナ。なんだ。飛びつき。よし、これでだいぶ間な。次のやつは泥棒ができるっていう感じになってきましたね。格子マップか太陽マップか。まあ、殴っていくでしょう。あ、格子マップですね。ない。てい、金縛り。どうなんでしょうね。順調にいってんのかいけてないのかわからないですけど。
アイテム、メッケ、おい、目薬草。毒消し草いらんかな。お。ツボ。なんだ、笑い。さーてと、保存の中に入れるか。目薬草混乱巻。薬草飲みまーす。いつ識別したっけ、薬草なんて。よいしょっと、オッケー。最後に出なかったね、結局。さあ、どっちが正しいかな。こっちが階段か。アイテムなし。だよな。えい。ギターンだ。取っちゃっていいか、普通に。じゃあ次の回行きましょう。あれ、倒せなかった。スーパー状態があるので、しばらくはこのまんまでいけるでしょう。敵もそんな強くないので、よいしょっと、倒せるのは嬉しいですね。あとは合成あたりを引けるかだな、やっぱり。で、そんなに無理して潰すつもりもなく、ういっと、砕かれる。識別に、ういっと、なんだ。爆睡。失敗したかな。ういっと。影縫い。お。食べ物そこそこあるな。食べちゃおう。満腹度アップ。今やっとくべきだな。よいしょ。満腹度のアップ。オッケー。階段あそこね。あー、残念、ちょっとだけ足りなかった。満腹度アップ。この下が当たりだから、この下からだね。お、紫初だな。向こうは何もなしで OK ね。武器、真空切り、銅がいらないな。あと草、何かやばいやつやったっけな。おいっと、萎縮症、威嚇症があんのか。強戦士、混乱、幸せ、睡眠、力、力も出てねえな。飲んじゃっていいでしょう。復活そう。しまった、その可能性を忘れた。超重要じゃないですか。まあいいや、次出たらそれが手に入るということで行きましょう。サクサクいってますね。だいたい1時間で15回。まあまあまあ、良いんじゃないでしょうか。先に取るよ。あんたにやらせないから。1-0、きたーい。カッパ変なことやるから。
いや、ほっとこ。もさらし先生バックか。OK、許された。とどつぼ、とどつぼか。まあ、物入れだな。豚。どうしようかな。ここにやろう。えい、えい。大きい部屋でしょ。なんだあれ。ライジン。なんだ。ライジンか。さて考えろ。これはまだ割っちゃダメだな。わかった。銅がいらん。押すけど判別はしとかないとあかんから、最終的に。ほい、だろうな。軸合ってるね。大事なんだ。封印。あれ？封印？封印出なかったっけ？あ、出てないんだ。さあ、食料が来たけど、どうしようかな？まあ、食べてっか。さっさと21階まで行こう。それが正解っぽい。お、詰まってますね。そりゃ上から殴るよね。ほい。まあ行きましょうかね。10はいいですね。10は寝てる。お、2回攻撃状況倒しとくべき。群青飲んでみよう。ドラゴンソウ。今の状態を維持できれば そこそこいけるな。まだお金集めつつ、うへ、ピョンダイル先生がいるな。どんぐらい食らうかな。10。でもまあ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 いけるな。あれ、どこ行った。なんだろうこれ。昼盾が来たらもう即昼盾に主豪石と10入れて交換するつもりなんだけどな。3個ただ壺かお払いかだな。多分ただお払いにしとこうか。
ってことは基本的に持っといていいやつのはず。うわー、違かった、やり過ごした。これはひどいな。痛い痛い。ガチすぎはいかんかな、気ぃつけないと。ほい、カッパ先生、なんだポッケしそう。ほらほら、ほいほい、おいでおいで。お、まあ隕石のあれ、陰あげとっか。ほい、ほい、意外と痛かった。3回か。17回です。ムスットドがいるか。これはまずいでしょう。いや、こっちが先か。あんた。ほら。壺なんだ。長い壺？今度こそただ壺かお払いだろう。ただおは。は、は。まあ回りまーす。アイテム探しまーす。特に、壺系が欲しいですね。ん？気づいた。あ、石取られちゃった。もったいない。まあ変に取られるよりは良かったかな。オッケー、隕石プラス10がついたね。昼盾が来れば勝ちだなぁとはとか言ってるけど、そんなことはないな。昼盾来てても負けるときは負けるしね。お金がある。回復するやつはやる。回復する。ほいっと、うん、オッケー。封印状態。逃げたってことは、あいつは、石を持ってったやつか。あ、ない感じ？真ん中もない感じ？ない感じですね。普通に行きますか。あそこにさ、変なの見えるでしょう。
ああ、いっぱいやらなあかんタイミングか。天メグやって、壺増大をやって。壺増大を何にやるかも重要だよな。紹介状出して。識別を持っていきたいし、でもここはやっとくべきだよな。ここだね。まさか出るとはな。怖い怖い。やべ、これマグマでなくなんじゃね。やばいやばい。セーフ。とりあえず拾っとこう。灯火いらない。1万幸せだよな。1万ってそんぐらいしかないよな。ガラスの剣、先人推し。さて、先人は欲しいんだけど、まず壺増大を何かに、店名は読んでいいやな。ほい。識別があるから、識別をしてもらうというのも一つ。だけど、あんまり識別してほしいもんないわな。保存とかに置きたいんだよな。できれば壺増大。混乱巻きがまあ1枚あるしな。いや、銅はともかく命の草は飲んじゃいましょう。で、豚の巻物は、あれ、豚の巻物こっちのか、自分たちのか。あぶねえもんが来てんじゃねえかよーい。ですね、幸せだな。豚の巻物何？ちょっと待った、豚の巻物は一応ここに置いとこう。合成は必須。灯火はいらないわな今回は。
昼のみだからな。祝福はいる。ドーナツ3はいらない。で、これなんだっけ？線巻き。線で出てないのってなんだ？あと。大浦消しも線だっけ？でも、春空切りとか祝福とか混乱が出てるよな。だいたいやばそうなのは出たんじゃない？逆に巻き棒これ以上は危ないかもな。うわー、これ最初に刀入れたの失敗だな。もう完全に。よし、豚の巻き物は一回売りましょう。うん、売りましょう。ん？なんかちょっと待って。あ、祝福壺があるのか。ここに封印を入れましょう。631。修正値だけもったいないと考えるかどうかか。まあ分かんねえし、いや。線巻きだね、これも。でも混乱爆睡が出てるでしょ、とりあえず。あと1000っていくらのやつがある？困った時があんのか。あー、困った時があんのか。吸い出しありえるか、ここらへん。吸い出しがあんのか。しびれを打って外から取る。線かな、やっぱり。で、トドツボで泥棒します。ちょっと怖いのでこれでいきましょう。わあ、一本道っぽいなと思ったけど。
危ねえ。さあ、正解だったのかな、これは。広いな、右上見てっか。隕石の刃。ほい。わあ、いないし。盾が欲しいんだよな、盾。いた。盾と背中の壺が欲しいんです。壺があるな。うわあ、カート型。しかも2個、祝福は出てるよな。じゃあこれあれじゃないかな。お祓いと踏んで、2個のタダツボってイメージがないから、混乱巻き。うわー、目配り子お光景だった。違うか。目配りじゃなくて、お、飛びつき。目配りと交換かな。さすがに硬い線と、そんだったら柔らか線とを食べて、保存に飛びつきを入れて、硬い線とを持っていくと。よかった、倒せて。混乱巻きはちょっともったいなかったな、入っちゃったのは。まあ行きましょう。さあ、昼盾が欲しいな。あとはいいフロアですね。右一歩。隕石。いい盾なんだけど。
昼立てが欲しいんだよな。まあ探索はしますけどね。よいしょ、正規の矢いらない。硬い爪、突起の矢、矢は大事だしね。じゃあ最後こっちから戻ってきてやりましょうか。昼立て来ねえかな。痛いなこいつら。うわ、なんもなし。勝手にまとうタイプかどうかだな。勝手にまとうタイプではないと。レベル上げることができればなぁ。杖が1個あるけど、この行列はやばくね？なんだこの行列。ガチっちゃダメだよな。よし。杖なんだ。痛み分け。あら、まあ目標こう起きちゃったね。めっちゃおる。痛え痛え。しゃあねえな、食べるか。そう、昼立てが欲しい。見せめっけ。あ、ここ固定点か。あー、8部屋マップだなこれ。しかも倍速だ。睡眠札。いた。そう、当たらん。それはちょっときつくね。いや、飲んじゃおう。起きた？起きたよね、今。逃げた？
矢を取ろうとしてんの？おい。今取ってったやつか。キラヤよこせ。よし、草がなんかあるぞ。いた。もうやだなこういうの。あ、道具感知だ。え、道具感知？違う。これわからんや。食べちゃおう。さて、泥棒のチャンスだな、これ。はい、いってらっしゃい。すげえな。草大丈夫だろう。味覚長。ツボは今ない。ちょっと腕は何これ。1,503,000 か。3000で欲しいのは混乱よけとかああいう系だな。金庫動かず。動かず若干欲しい。祝福巻、普通戦闘、目薬草、癒し草。まあ、復活だな。壺増大、主服君に読む？保存とかに読みたいんだよな。動かずが欲しいな、あとは。ただつぼ割ってっか、それとも識別割ってって識別してもらうというのも一つだな。場所替えと身代わり吹き飛ばし、いっぱいあるからな。すぐそこだし、なんかいけそうな感じはするけどな。まあ、まずはとりあえずいい家でこっち入って、で痛み分けだけもらってきましょうか。すげえな。これガチっちゃまずいやつかな。あ、まあ、攻撃力上がった。あ、倒せるね。オッケー。あ、封印でしたか。痛み分けじゃなくて。違う違う、ここか。
結局これなんだ、目薬。ほい、復活の草がとりあえず祝福されたのはでかいけど、どうだろうかな。あとはこれは倒しとかないとダメだよな。でやるんだったらここをトンネルで開け、あ、トンネルあったっけ、トンネルないのか、飛びつきだけか。千巻きが吸い出しの可能性、厳しいか。これ割っちゃうと言えるところがなくなるんだよな今。圧迫してるね。昼立てくればもう3つとにかく放り込んで一回合成させちゃうと思ってんだけど、祝福巻きは欲しいな。ただつぼ割るか。素早さそう、封印札、銅の剣さん。新しい、合成の壺が手に入ったら、他を本当はさっさと合成させておいて、この合成壺を物入れぐらいにしたいんだよ。壺増大の巻物に対してやるか、その他のものに対してやるか。祝福の巻物を祝福しとこうか。そうだね。あかんわ。
こ行っちゃった。あとは動かずを取るか取らないかか。今いらないけど後々欲しい。いや、いるな。いるわ。もしくは今ここでもう一旦合成する？いい主合石の方に対して金庫入れてもな。でも金取るだけでしょ。武器を入れたいんですよ。武器、刀邪魔だなマジで。吸い出しとかがあればバッチリなんだけどな。目薬、癒し、素早さ、目薬のピリピリ、デブー対し、動かずだな。やっぱり動かずが欲しい。交換する。睡眠余計あればまあなんとかなるっしょ。よし、これでいきましょう。あ、やば。何の入ってた保存だ。おい、食料系じゃねえか。やらかした？やらかしたよな、完全に。待った。しびれ刀10が入った。先陣はある。動かずもある。とりあえず武器系は大丈夫。食料系が入ったやつだな。あ、祝福巻やられた。祝福巻やられてる。いやー、失敗した。食料系がやられたな。うへー、いっぱいいる。動いてきたのはちょっとバレた。素早さそう。うん、ほい。あと出てないの一死のあたりだね。ほい、トンネルでした。いやー、食料系やられたか。マジか。いやー、辛いなー。徹夜かな。トンネルと。で、保存の中におにぎり入れといて、
あれは良くなかったですね、動きが。本来だったら稼ぎをするとこなんだけどな。行った。やろう。ちょっとさすがに食料もう少し減らしとかないと。誰だ。やっつけとこう。あ、微妙に部屋あるかな。ある。なんだ、敵しかいないのか。壺が欲しいんです、壺が。あー、何にもない感じ、何にもない感じ。草先生なんか来たな、今。カラクロイド先生。うつっ。マジか。行っちゃいましょう。食料はちょっと辛いなヒルタテがあれば、あとはオッケーなんだけどね。もったいないけど、ちょっと食べるか。これ31回層まで我慢しなきゃいけない感じかもしれん。ガチる。いやー、ついばみがいた、ついばむやつが。お金回収。ゾウさんやっつけれるし。まだガチでいうところはガチっていこう。ちょっといろいろと見回ってきて、お店あったらラッキーだなーっていう程度。お、隕石もう一個上がったね。サビ置きがついた。あれ、サビ置き？もともとついたっけ。お、巻物が来たぞ。巻物なんだ、爆睡。1個あった。なんだ。おい、1000。読んどこ。オーラ消し。オーラ消しか、これは。オーラ消しはいらないね。じゃあ、ここはあと先人濃度だけで十分だということになったね。よいしょ。よいしょ。さてさて、どうしようかなー。いざという時用が全滅してるんだよな、今。混乱巻きだけか。いいや、爆睡は。諦める。
さあ順調なのかな、どうかわからんけど。そっち来んの？え？何取られた？え、なんかプラスの状態以上入ったっけ？札か、札。札、剣。剣なんかあったっけ？獣。いらない。壺はあるが、トンネル以外は大丈夫だな。トンネルを置いて戦うか。うん、保存識別、いや識別でもいいでしょう。トンネル、食べる。いやー、しかしあれはこっちのミスですね。いや、ほいほい、壺があるけど、3、向こうは起きたのは5体起きてんのか、5体も起きてんのか。うわ、一発で倒せないんか、ちょっとまずいなそれは。え、なんでそんな早いの？うわ、しかも成長状態はなくなっちゃった。この野郎、これが良くないんだよな、ガチって。あぶねえ。祝福、助かる。問題は祝福するものを何にするかだな。いや、祝福の巻物を祝福したいんだけど。混乱巻を入れて、拾って、ここの中に祝福の巻物を入れると。壺増大を保存にやらないとちょっと死ねるな。いった。坊やカート。マジか。目配りがあればな。ってことは、そういう系がいるわけか、ここ。目配りじゃなくて、見かわしがあれば。左右にはない。逃げろ。天ネグ読んじゃいましょう。ほい。ほい。よかった、当たって。横はいない。
結構いるなぁ。間違えた。おい。嫌いなマップだねぇ。いや、あかんあかん、痛い、やばい、よくないこの流れは。助かった。よいしょ、オッケー。太陽マップはやばいな。よいしょ、ほい、ほい、階段めっけ。ここなんだっけ、ギタンか。まあ行きましょう。食料がある、金がある。うん、こっちかな。倒せてないっていうのがやばいな今のは。やっぱりふぅこれやろう。痛い。いや、これは合成すれば治るんだけど、あれ意外とヒットポイントやばいじゃねえか。なんか今見てたら、例えばあるな、なんか昼立ての可能性。昼立て来い、昼立て来い、昼立て、昼立て、ぐっ、ガチゲー。復活なんて出てくんだ。一回どうする、合成する。いやーダメだろう。マジ昼立て来ねえなー。
草壺。壺は欲しいけどやばいのがいるな。マジか、倒せない。違う。成長。祝福の 4! また珍しいもんが来たな。識別割ってもいいレベルだよな、こんな。うわあ、もう来んじゃねえし。古めかしい壺。換金が出てないな。若干怖えぞこれ。ほい。あ、違う。あれ、なんだろう。たたたた。嫌な予感がするんだけど、どっちかがさ、爆発系じゃね？まあ、あんまいらないか。これもうやってみるか。お、割れた。フィーバーじゃねえな。なんだろうこれ。え、マジでなんだろう。祝福巻き飲んじゃいましょう。もうツボ状態に思う。あ、しまった。これに入れやったらよかったんだ。ツボ状態なんかやらずに。でえな。痛いねえ、あなた。
どうだろう、もったいないけどやってもいいよね。で、祝福巻きは、保存が欲しい。どうしようかな。見せもん。ん？草なんてあったっけ？んでば？あ、よかった。成長、ああ。成長か。んー、まあ、いいよね。とりあえず。で、ピョンダイル先生？諦めてくれなかった？硬い戦闘。さあ逃げましょうか。ふう、よし。行きましょう。あ、2時間もう取ってますね。まあ上かな、安全で行くんだったら。おい、どっか行ったね。おい、おい。もうそろそろ霧のいいところに行ったら、やりまし、一旦止めましょうかね。おい。やつがいる。
本当はね、ここら辺で代打。お払い。お払いは一個入れといてもいいかもな。はい、吹き飛ばし。数確認するためにこっちに入れましょう。5。どうしようかな、回るか。痛い。痛いっちゅう。レベルは上がってるけど、体力的なもんがやられてるね。カートがやばいから、よいしょ、カートは潰しとく。ウニさん？しゃあないな。さあ、30回まで行ったらどうするかだなぁと。ラビ先生いるじゃないっすか。くっす弱くなるけど、変に呼ばれるよりはいいかも。危ね。痛いっす。痛いです。2つ食べちゃおう。1個は下はピッピッピ。あかんやつ、あかんやつがいる。あれ、あかん、ダメだって。うわー、許されなかった。さてどうするか。右に動けりゃ、御の字なんだけど。ほい。よし。草のみか。回復もったいないかもしれないけど、あれもったいないかもしれないけどな。ですか。そうか、ガラ先生が出てくるクロアになっちゃったか。昼盾が来ねえな。しかし右は部屋、下も部屋、左も部屋だな。いや入れていいっしょ、もう
お、いない。はい、ギタンか。近場から行きましょうか。ラビ先生がいんな。セーフー。怖いことすんなよあんた。潰しとくか。なんか持ってるな。あなたはダメ。ラビ先生？間違えた。あれ何持ってんだろうな。でもまあギタンだとしてもいらないっしょ。おにぎりだけ。すげえ悔しいです。さて31階です。いよいよあれが、店主がいる部屋ですね。よし、一旦おしまいしましょうか。だいぶやりましたんで、一旦ここで終了しまいたいと思います。頑張って、前回の記録を超えたいと思います。それでは、ご視聴ありがとうございました。また見てください。バイバイ。